ご覧いただきありがとうございます。賃貸の正木の田中です。本日は奈良市法蓮町にございますリバーサイド佐保にお邪魔しております。早速こちらの玄関からご紹介いたします。玄関入りまして、まず左手にこのようにどんと大きな縦長のシューズボックスがございます。全身のね姿見もついてますので、まあ、お出かけ前などに身だしなみのチェックの、方もしていただけます。玄関の方もかなりゆったりしておりまして、シューズボックスの下のスペースなんかも、使っていただけそうですね。で、入りまして、左手にこういったクローゼットタイプの収納もついております。まあ、日用品のストックなんかに、いいかもしれないですね。そしてさらに隣の方にもまたドーンとゆったりとしたクローゼット収納がございます。お出かけ用品なんか入れていただけそうですね。で、こちらが水回りのスペースです。まず、このシャンプードレッサー付きの、こういった独立の洗面台がございます。で、お掃除もこんな感じでしやすい仕様となっております。で、鏡もバッチリついてます。そして、後ろが室内の洗濯機置き場がございまして、の奥の方に、このようにオレンジのカラーパネルがかなりおしゃれな、お部屋、浴槽となっております。浴槽の方もかなりゆったりしておりまして、まあ、肩まで使っていただけそうですね。もちろん追い焚き機能ですとか上の方には浴室乾燥もついてますので、まあ、花粉症の方や、まあ、梅雨の時期なんかねかなり重宝される設備となっております。で、廊下に戻りまして、こちらが綺麗なお手洗いです。ウォシュレットもついてますし、手すりや上の方には、ちょっとした収納もついております。そして、こちらがお部屋となっております。どーんと広々とした今大変人気のカウンターキッチンタイプのお部屋となっております。このようにね、キッチンがかなりゆったりしておりまして、3口のガスコンロがついたシステムキッチンとなっております。シンクや調理スペースもゆったりしておりまして、そしてなんとこちらお魚が焼ける、こういったグリルもついております。なので便利ですね。そして1階のお部屋には、こういった床下収納のスペースもございます。キッチンの後ろのスペース、広々と取られておりまして、結構大きめの冷蔵庫や食器棚なんかも置いていただけそうですね。で、お部屋の方がこういった形ですね。結構ね、単身者さん用のお部屋としてはかなりゆったりしたお部屋となっております。これね、エアコンの方もあらかじめ1台つけていただいておりますので、ご入居の当日から快適にお暮らしいただけます。そしてセキュリティとしまして、こういったカラーのモニター付きのインターホンがついております。このようにかなり鮮明に映りますので、まあ、来客者様がね、来た時のお顔バッチリ確認できます。そして、さらにこちら設備としまして、室内の物干し設備がついております。こういった棒をこのように取り付けていただきますと、もう一つ取り付けていただきますと、室内で物が干せるというかなり便利な、設備ですね。で、こちらが南向きの綺麗な、日当たりのいいバルコニーとなっております。前がねスーッと抜けてますので、非常に日当たりも良さそうですね。で、バルコニーがこういった形です。そしてこちら1階のお部屋となっているんですけども、前がね、このように川になってますので、ここから誰か入ってくるっていうのも心配はね、少なそうですね。そして最後にお部屋の中の、収納スペースのご案内です。こちらもかなりどーんと奥行きがありますね。クローゼットタイプとなっております。天井の方までね抜けてますし、ハンガーパイプと、棚もついてますので、お洋服かなりかけていただけますね。いかがでしょうか。このように収納スペースバッチリの、リバーサイド作法となっております。
また、奈良女子大学さんや奈良県立大学さんも徒歩で行ける大変好立地な物件ですので、学生様にも、ぜひお勧めさせていただきたい物件となっております。賃貸のまさきの方では、各大学生協と提携をしております。大学生の皆様は、仲介手数料半額でご契約させていただきますので、まずは一度お問い合わせください。そして、賃貸のまさきの方では、GOGO キャンペーンや学割キャンペーン、またネット予約サービスも、実施しております。まずはチェックしてみてください。